界で一番怖いのは誰？どれ？あんた鬼でしょ？さあ鬼退治、レッツゴー。わかりやすい話だけど怒るで、しかし誰にもわからない鬼が悪い方なんて、しやかなランチ方の奇跡なんて、エゴの塊、まさにこの世は未曾有のカタストロフィー。曇りのない眼で見定めてほしいんだ、本当のラスボスは自分の中だと、世界は一つ、力なき者かいつもの夜でもレジスタンス、抜きのない心で記憶は誰なんだ、浮かせた言葉でごまかさないで、病か耳塞いで重症か日々の休校か、生まれも育ちもわずからでしょ、よどしかたれ不毛なハースはないと、なんて世界また二つ高い、互いのせいでいつまでもない未来だ、あたし急にどこであるように、どうなる方に、これから始めるストーリー。